久保さん、僕発見しましたね、欲望、まあちょっとブログを書いたんですけどまあ僕本当に欲し,いもの欲しい物欲っていうのがあんまりないんですよで久保さんがねいや欲望大事ですよみたいなまあ確かに大事ですよねうん物欲とか大事だと思うんですよで僕考えたらこれね借金返済したい欲望がありましたね これを欲望と言っていいのが欲望と言わないかもしれないですけど僕は欲望と言いましょう欲ですね借金を返して楽になりたいと楽したいという欲望ですねでも楽したいという欲望は欲望になってるのかなうーんそうだあの貯金し借金返済してあのお金が貯まるのを見たいですね <laughs> 貯金通帳にお金が貯まっていく光景をちょっと見たいですね <laughs> っていう欲望ですね <laughs> そうだから欲はあった方がいいっすよ。うん、欲は、本当に。まあねその、何でもいいと思うんですよね。うんただ、何もなかった、要はお金を稼ぐ、何のためにお金稼ぐんですかっていう、それが、まあ僕の場合はね、あんまりその綺麗な、そのあれじゃないじゃないですか。借金返すために頑張れるみたいな。なんかあんまりなんか、んやろな。うーん、いいものではないかもしれないですけども、別に何でもいいと思うんですよ、頑張れれば。 頑張れてない人よりか頑張れてると思うんでいいと思います。うん。だから人それぞれ自分の欲望っていうのを明確にするっていうのは大事かな。要は、そのお金どうした月収100万稼ぎたいとか1億稼ぎたいとかみんな言うんですけど、じゃあそれ手に入れて何すんのみたいな。金なんか紙切れじゃないですか。ね。金紙切れなんで、その紙切れ手に入れて何したいのって話なんですよ。うん。で、正直、確かにお金があると、 安心かもしれないですよ。だから安心を手に入れたいのかもしれないです。安心をね。うんだけど、それだけだとちょっと弱いかなと思うんですよね。うん。まあ僕の場合は常にそのマイナスというか、もう貯金通帳が全部毎回ゼロにリセットされるので、なんだろうな。なんかね、なんか貯金、願望ですね。欲望というかさ、なんか増え,増えてみたいなみたいな。願望ありますよね。<laughs> 願望は <laughs>。 願望があります。だ貯金通帳1000万ぐらいとか2000万とか1億とかね、おー1億あんなみたいな、なんかそういう、なんか、そういう状態にしたいなと思ってるんで、んかあと3年頑張る。あと3年コンテンツ販売売りまくって、あの、作りますよ。キャッシュを。キャッシュを絶対作っていくっていう。まあ、あと数増やせば、なんとかいけるんで、多分うん。まあ、30万の商品を300人に売ったら、まあ、9000万ですから、うん。なんとかなります。 <laughs> うん、30万の商品を500人に売ったら1億5000万ですから、まあ、数増えればなんとかいきますねで数増やすのも、まあ、あ,のありがたいことに今ちょっとずつですけど増えてるので、まあ、引き続き発信してってやること変わらないけれども数増えたら、まあ、売上高はもう上がっていくので、うん、ですねであなたの欲望は何ですかと僕もね欲んか物欲とかまあ なんだろうな物欲って言ってもあれ仕事で使うやつなんでプライベートも仕事もなんかあ交わってるんでねまあ今このカメラ一眼今日も写真撮ってきたんですけどあのインスタのだこのキャノンの今度新しいそのフル R5R6 みたいなのが出るんですけどそのフル位置がそれは欲しいですね、うん、でも結局それってインスタの写真撮ったりとか動画撮ったりとか別にこ,こ,こ,これ使うんで 何で欲しいのか仕事に使うというか動画に使う写インスタに使う、うんまあ、趣味じゃないですよね商売道具みたいな感じ,じな商売道具が欲しいみたいな感じなんでそれは物欲なのかみたいな <laughs> であの一時期そのなんだこの億万長者リレーのやり取りでその久保さんがその買えない なんか物欲がないとだめですよみたいなね話があってやっぱランボルギーニ買おうかなと思ってたんですけどいやでもランボルギーニちゃうなと思ってなんか確かにそのなんだそれは買えない人のあれですよみたいなね買えない人が何言ってんだみたいなねいろいろそういう見解もありますけど確かにそれもおっしゃる通りで買えないのにそれはなんだよっていうのはあると思うんですよ。 ただ僕の場合は、車で考えた場合、やっぱり R34E がいらないんですよね。まあ、久保さんもきっとあればいいと思うんですよ。別にフェラーリとかランボとか別に、うーん、買えるからといって、なんだろうな。だから多分ね、その、僕がいいなと思った理由がやっぱ他人の影響なんですよ。で、特にランボルギーニは僕のコンサル生がね、コンサル生がランボルギーニ買ってクソみたいなのがあったんで。 やっぱちょっと悔しいじゃないですか、男として。なんかコンサルセイの方が稼いでて、ランボルギーニ買いましたってって、助手席に乗ってるんですよ。<laughs> うん。だから、なんかやっぱその悔しさがあったな。欲しいかというと、多分、ランボルギーニは悔しいっていうね、うん、思いがあったなっていうのは振り返るとありますね。ただ、いろいろと、車に関しては考えて、もう R34 しかいらねえなっていうのが、僕の見解になったんで。だからそうなってくると、 まあ本当は仕事の使うやつですよね。まあ、この前、デルのモニター買いましたけど、まあ、そのモニタパソコンのモニターも仕事でいうか使うし <laughs>、物欲は仕事に使うもやつをちょっといいやつにしたいとか、そういうやつなんで、うんなんか趣味、うんそうですね、ないですね。だからまあ本当に欲望は金を返すっていう。金を返したい、楽になりたい。 だからあなただけの欲望、あなただけの欲望を見つければいいんじゃないですかね。だから稼ぐ動機ですよね。だから最近本当にね、借金返すために頑張ってるなんて正々堂々とも言えるんで、これ、ね、すっきりしてますね。いや本当に借金返すためにやってるんで、みたいな。<laughs> 買ってくれと。同情するなら俺の借金肩代わりしろと。<laughs> ね、<laughs> そうだから結構これ楽になりましたね、本当に。もはや借金を武器にして売りまくるっていうね。 あと3年ですね。あと3年、僕頑張ります。本当にいや。もう、もうあと3年以上は、毎月は商品売りたくないですね。ほんと疲れますね。さすがにうん。はい。いってらっしゃい。